帝王制の塩外見と、イタリア代表相手に衝撃ハットトリック。U19 日本代表は現地6月4日に U21 イタリア代表と対戦、3対4で敗れた。壮絶な打ち合いとなったこの一戦でハットトリックの活躍を見せたのが、現役帝王制の塩外見とだ。2027年に横浜 F マリノスへ内定が決まっており、すでに J デビューを果たしてゴールも記録している。やっぱりヤバいな塩外くん。前線に良い選手いっぱいいたね。アンダー世代は大体点の取り合いになるけど。もうこのまま五輪までフランスで待っててくれ塩外くん。年齢的にもこの部分でも明らかに差があったし、相対的に見てイタリアが強かったのは明らか。検討したと言えるのでは。まだ体ができていない分フィジカル的には厳しかったし、ちょっと運が味方しなかったところもあったけど内容的には悪くないよな。塩貝はもう1点決めてもおかしくなかった。塩貝もすごいけどこの世代だと佐藤優之介もすごいよね。エバートンから練習参加のオファー来てるって話で、すでに海外から注目されてるみたいだし。このまま順調に成長すれば間違いなく A 代表に絡んでくる。まずは J でしっかり経験積んでベルギーやオランダ、ブンデスあたりにステップアップしてほしい。2歳上のイタリア代表相手にハットトリックはすげえわ。日本代表の未来は明るいな。サッカーも勉学も一流。超エリートだな。A 代表入り頼むわ。